はい、巻選手です、はい、えこのティアラーカップというのが決まったときにいい、はいねまあ、メンバー的には、まあ、基本的にガールズグランプリを取った選手から先行と、はいはい、でその次に日着を取った選手と、はい、で競争得点上位ということでまだ取ってないもんねはい、そうですねでもここにいることは、ねはい、ある意味<ー>今も頑張ってるっていう証拠じゃない。 はいどう,どういう選考で、2着、もう自分は2着だったので、絶対競争得点だなっていうのは、最初から分かっていたので、うんうん、もうそこは頑張ろうと思いましたね、ま、あの最近というか、もともとこういうね一発レースがあると、なんとなく穴と穴選手みたいな、うんはい、あの人気それほどないけど、はい、時々来るぞみたいな、はい、そういうイメージがあるんだけど、俺は、はい、いやーその通りですね、本当にあの大穴で、あのちょっとでも車検に貢献できるように。うん、はい ねえ、なんかちゃんと入れとかないと。来た時に、え、はい、誰来たのみたいな感じになっちゃうからって。ファンの皆さんとしては。<来る> <laughs> はい。そうですね。はい。頑張ります。まあ、そういうレースがね、まあ、得意というか。はい、一発レースはやっぱり本人という好きなの、はい。好きですね。はい。なんかこう、一発レースでか、かあの、こ、心がけているところとかある。<laughs> えっと、やっぱり三着以内に。はい。うん、あのー、確定も入るように。 ということはなるべく後ろにならないということね、最終バックでやっぱり3番手ぐらいにないときついもんね、3番手以内に後方からまくってってなかなか難しいしね、名古屋競輪場は走りやすいです、走りやすい、まあ男子の場合、結構軽いとか言ってタイム出るって言ってるけど、今回は台風で雨風がどうなるか、雨風大丈夫ですね気にならない、軽くてタイム出るとかも一番いいです、好きです。 まあ、選手ね、あの、あだろうが、風だろうが、走り始めたら、やめるわけいかないからね。そうですね。ゴールするまで。はい。はい、ね。まあ、あの、あの、との不安の方は期待してると思うんで。はい。ぜひ。はい。いい、ね。ね結果を。はい、はいあの。ちょっとでも、あの、貢献できるように。頑張ります。はい、はい。では、ファンの皆さんに一言。はい。いつも応援していただき、ありがとうございます。はい、した、明日一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。はい。